見た？あ、なんかすごい、なんか私バンされてるこれ。Wi-Fi 切ってみたんだけど、Wi-Fi なしで配信したら結構やばい気がする。Wi-Fi 切ってみた。なんかさっきからさ、なんかチカチカしててさ、Wi-Fi が悪いのかもしれない。ちょっと Wi-Fi なくしてみた。けど、私は。帰ってきたよ。そう、多分 Wi-Fi だと思う。はい。最初のギガが、でも私あのギガ放題なので、まあ大丈夫だと信じてますけど。はい、すいません、なんかひよったこと言ったんですけど、 Wi-Fi ギガ放題です。申し訳ございません。みんなで大阪観光しないの？私はもう疲れてしまって、なんか出歩く元気がなくて、でもなんか配信はしようかなと思って、せっかくだからね、寝る前に。眠いんだけども本当に。眠いなら配信せずお風呂入って寝れやって話なんですけど、でもちょっとさ話したいなって時あるじゃない、の気持ちよ。イエス。なんかすごい疲れちゃったんだよね、びっくりしちゃった自分でも。そう、誘ってくれたんだけども、私ちょっとお眠で。大阪的なもの、あの北極星っていうところのオムライスいただいたんだけど、めっちゃ美味しかった。知ってる？なんかオムライス発祥のお店らしいですよ。なんかチキンかな、チキンのやつを食べたんだけど、チキンがちゃんと焼かれてるチキンで、で中のチキンライスがなんかね美味しかった、すごい。で、なんかね、私酸味大好きなんですけど、ソースがめっちゃ酸味効いてて美味しかった。なんかすげえゴロゴロ言ってる。大丈夫か？ゴロ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 。ちょっとゴロゴロ言いすぎててうるさかったので、ちょっとマイクオフにしてました。ゴロ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 。トマト感強め、そうトマト感強めだった。めっちゃ美味しかった。なんかね、どうやらね、あの老舗100年以上続くって、さっき調べたら100年以上ちょうど創業100年らしいです。橋は諸説あるっぽい。そう、なんか老舗らしいです。まあ橋はね、諸説ありますよね。うちが元祖ですって言ってるところ、オムライスなんか他も聞いたことある気がするもん。551のお弁当美味しそうだったでしょ。551のお弁当ね、美味しかった。セリちゃんがシューマイ美味しいですよって、シューマイが一番美味しいんです実はって言ってくれたから、シューマイ食べたらめっちゃ美味しかった。なんかさ、肉まんのさ中の肉ってさ、豚まんか、あれ肉まんって言っちゃダメだね。551のさ豚まんっての中の肉美味しいじゃない。私正直肉だけ食べたいなって、お腹の状況的にそう思ったの。そうだってさ、天津飯にさ、私天津飯にしたんだけど、チャーハンと天津飯あって、天津飯にさ肉まん1個ついてきてさ、唐揚げもついててさ、なんかすっごいいっぱいついてたのよ。いや肉まんもそんな食えんてって思って。そうだからちょっと、ね、中身だけ食べたいなって、ちょっとなんか申し訳ないですけど、豚まんさんには思ったんですけど、本当にシューマイが中身だけみたいな感じの肉で、めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった、マジで美味しかった。皆さんも551お食べになる際はシューマイに注目してみてください。ボリュームが体育会系、それね、本当にね、なんか茶色い弁当みたいな感じだよ。笑っちゃうね。粉もん粉もん粉もんみたいなね。そう、天津飯がね、今日来た551のお弁当の中に入ってたんですよ。
色味がすごかったね。野菜がね、あ、待って、夜も野菜食べてない。今朝ナスの煮物食べただけ。辛いんですけど。あ、音が変わった、ごめん、あ、抑えちゃった多分、すまん、こもった。そういうことしちゃうね、ごめんごめんごめん、手持ちに慣れてない配信者もんで。崎陽軒どっちが美味しかった？シューマイ。シューマイどっちが美味しかった？それはね、あのね、神奈川県民に聞いてはいけないことだと思う。すまん。神奈川県民には聞いてはいけない。察してくれ。私は崎陽軒の弁当は正直あんずを食べるために食べている。はい。はい、実はね、かなりレアな人。ふっ、あ、わかる、マグロの煮たやつ、私もそれ言おうとした。あれは何だったんだろうと思ってね、考えてたの。マグロの煮たやつなんや、あれ美味しいよね。はい、あ、しかもね、あの崎陽軒のね、唐揚げが私の好きな唐揚げのタイプだった。唐揚げっていうよりもなんか鶏の、なんか鶏って感じがする感じ。あの、私ね、あのあれが餃子の王将の鶏、あれ唐揚げって言っていいのかな、唐揚げがね好きなんですけど、に近かった。知ってる？餃子の王将の唐揚げ食べたことある？みんなの味がした。崎陽軒の、崎陽軒じゃない、崎陽軒じゃない、551の、そう、餃子の王将の唐揚げがマジで美味しいの。あのうち昔親が餃子の王将買って帰ってきてた時があるんだけど、餃子の王将の餃子と唐揚げを買って帰ってきて、唐揚げスパイスがねついてるの、めっちゃ美味しいの。まあ、唐揚げスパイスは割とあのホットモットとかでついてくるようなやつと同じの海苔なんだけど、だがしかし唐揚げがめっちゃ美味しいよ本当に。はい、あの餃子の王将に行かれる際にはぜひあの唐揚げ食べてみてください。めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。そうです、今度行きます。行ってらっしゃいますし、いや、あれはマジでね、ほんとスパイスだけでももはや食べたいぐらいのね。王将の唐揚げにスパイスです。スパイス、王将の、あ、すごい、バイトしてたのすごいですね。王将の唐揚げにあのスパイスをかけるんです。マジでうまい。そう、魔法の粉的なやつです。天津飯のあんは何系が好き？あのね、何系が好きとか言われるほど天津飯を食べてきた人生ではない。わからない。ついちゃんから王将の話が出るとは。実はね、餃子の王将、はい、餃子の王将よく食べてました。箱でね持って帰ってくるんですよ。20個セットぐらいのやつかな、あれ、お持ち帰りでね。せいちゃんと会う前に餃子の王将行って唐揚げ食べて握手会行くね。うん、なんでや。せいちゃんと会う前はやめて、会った後にあの乾杯してきて。そして、一人で食べ物屋さん入れるタイプ。ね、場所による。なんかマジで場所による。なんかほんと逆にさ、老舗っぽいところとか入りにくいし、あの女の子が入りやすいところだったら入りやすいです。なんか例えばスープストックとか立ち食いそばでもちょっとなんかきれいめなスタイルのところとか、カフェとか、
だったら全然一人で行けるし、全然一人で食べてる。だから女の子が行かなさそうなところっていうと、ラーメン屋さんとか、焼肉屋さんも一人では行けないし牛丼屋さんも行かないしって感じです。駅内の蕎麦屋に行ってなかった。だから駅内の蕎麦屋が綺麗な蕎麦屋って言ってね、駅構内の蕎麦屋でめっちゃ綺麗なところあるやん。そうってことです。最近のラーメン屋さん女子一人当たり前にいるぞって言うじゃないですか。違うねん、別にラーメン一人で食べに行く気持ちはないねん。ファミレスはね行きますね、一人で。一蘭ね、そう、これがね大問題なんです。一蘭に行きたいんだ私。行こうと、一人で行こうと思ってね、初めての一蘭動画を3回ほど見たことがあるんです。行こう行こうって思って。だがしかし混雑に負け一度も行っていません。悲しいです。一人回転寿司は寿司食べたいって思わんから一人回転寿司もしないね。リサーチはしてるからもう行けるんだよ。行けるの私、一蘭に私一蘭に行けるの。悲しいよ。どうぞ行ってください。すいません、行ってきます今度。マジで真面目に、うん、本当に。イメトリは住んでるのに。そう、一蘭はさ本当にさ、だってお一人様の味方じゃんね、本当にお一人様の味方じゃん。まあそんなわけで、話を切り替えまして、アルバムのね写真会の画像を作りましたが、皆さん見ましたか？そう、12月15日、みんながねサンタさんをするであろうタイミングに私はいないので、一人で勝手に11月の24日に、でもちゃんと1ヶ月前だよ、11月24日に、はい、ちゃんとクリスマスをすりますだって、クリスマスをしますわ。ねえ、ひどい、これまだ64枚目シングルになってる。違うよ、先取りだよ、先取り。いや、なんかせっかくさ5部あるから、そう、なんかしかも2日分ないからさ、なんかその分洋服着とこうかなと思って3部と2部で分けてます。前半の部後半の部で分けて洋服変えてみる予定にしているよ。まあ、ちゃんとね12月21、22でちゃんとサンタともトナカイも来ますんで、よろしくお願いします。サンタさんどんなの買おうかな今年。トナカイはね去年着たやつを、ちょっとやっぱ着ぐるみトナカイ可愛いんで取っといたので。サンタさんはもうねご存命ではないんですけどはい、はい、珍しくトナカイさんは、はい、ずっといらっしゃるので、去年ちゃんと洗ってね物置に入れておいたので画像のトナカイです。え福岡さんすぐコスプレをはいコスプレをペイしてしまうので。あれどうやって洗うの？おしゃれ着洗いで洗いましたよ。サンタは何色サンタですか？まだ決めてないの。だから買ってないからさ、
物置なんてものがあるのか。物置ではないか、棚の中。白サンタ、白サンタがねむずいのよ。白サンタはねおすすめしない、全然売ってない。昨日のメイド服ももうペイ、あれ借り物なんですよ、私が買ったんじゃないからさ、ごめんね。新年最初の日は巫女さん、そう巫女さん、巫女さんはねすっごい昔に来たやつがねまだねご存命なんですよ。なんかしっかりしたね。1月19の4部から8部休憩なし、ちょっと大変。それねあのね変えてもらおうとしてて、あの相談してます。なんか日程発表されてから私も知って、どうしたのこのスケジュールってなっちゃったので、はい。巫女さんはね数年前のが生存しているので、はい。ちょっと最終日のねあのね土曜と日曜で部数が違うのが不思議、あの違うの、あのなんで部数が違うのかっていうのは、あの普通に私の開催されない2日分を他の日程にくっつけてるだけなのだから開催されない日程の日のやつをくっつけてったら、なんか一部だけあれ4部で済んじゃったねってなったのそう、ショールームで来てなかった巫女さん、そうなんかだいぶ昔に来てた巫女さんがまだこの間漁ってたら発見したので、それを着ようかなと思って。そうだからちょっと最終日だけ本当にあのまだ未確定要素、耳もつけてくれる？わかんない。リサイクル写真館やめろやめろ、見てなかっただろ、みんな見てなかっただろ最近。サンタは新しいの買うから。写真撮りたいでしょみんな。握手会とかで着たやつでもさ、写真撮ってなかったから写真撮りたいでしょ。私も巫女さんと写真撮ったらいいかなと思ったから、それはあったなって思い出したんだよ。そうなんです、そう思い出したんです。あやばい、それは嘘すぎる。今回のアルバムのテーマに合わせて懐かしいコスプレするなんて意識高い、それは嘘すぎる。そう去年黒サンタとね白サンタをしてね、黒サンタも白サンタもね探すのめっちゃ大変だったの。赤青緑が定番っぽくて、赤青緑になりそうです。多分どれだと思う、どれかだと思う、多分ね、きっとまだ何も見てないので。一人で開催しますから、一人ぼっちの気が早すぎるクリスマス会開催しますから。パキッとした赤がいいです。わかりません、まだ私が可愛いと思ったものを皆さんに見せるので、はい。フライングサンタです、はい。一人でサンタクロスしますんで。いやなんかみんなのね予定を見てて、そっか12月15と14って14と15ってみんなサンタするんだって思ってさ、そうなの、サンタするんだって思ってさ、そう11月にサンタコスは流通してるのだろうかというね。いや結局赤になりそうだよね。あやねちゃんと一緒にやったら、あーありですね。ちょっとあやねに聞いてみよう。ねえねえあやねって、ねえねえあやね、12月私たちアサルトじゃん、クリスマス一緒にやらないってね。おもろすぎ。
11月なら売り切れる前に買えるので、あ、そうだね、なんか毎年さ結構ギリギリに買ってさ、なんか全然いろんなものがないという可能性があるから、慌てん坊のサンタクロースたちはきっと11月には買ってるよ、サンタコス。ねえねえあやねえ、結構言うこれ、ねえねえあやねえって、あやねちゃんかわかんないけど、ね、何時でしょうか、えい、ちょっと9時41分、すごい目ん玉の中が見えそうになって、ちょっと慌てて目ん玉を隠した目ん玉なんて言わないでって、ごめん、やっほーやっほー、そう、あとあれなんて、最終日のさあのさ、私さ予定が決まってなくてさ、一応さ、まあ冬だからニットかなと思ってるんだけど、大丈夫そう、なんかこういうの見たいとかなかった、大丈夫そう。そしてあのオンラインがさ、なんかここまでさすごいいろいろさ、なんか頭3部と後ろ2部に分けてさ決めてたのにさ、急になんかオンライン手抜き感出ちゃってさ、手抜きじゃないよって言いたいんだけど、手抜き感出ちゃってさ、大丈夫そう、変更するとしたら同じ感じになるんじゃないかなと思う、3、4、5、7、8になると思ってる、多分。だから6を買うのが危険なんじゃないかなって思う。でも逆になる可能性もあるんだよね、多分。そう、ちょっとあれですねって言って後ろがさ678になる可能性もあるね、34678とかさ。私ちゃんとあの画像に書いてます、日程調時部時間調整中って書いてるけど、もう一回言った方がいいってことか、ごめんな、すまん、もう一回ちゃんと、3は間違いない、いやわかんないっす、いや本当にあのちょっとまだ取らないでいただいて、多分ね次のね受付しかね間に合わないと思うんだ、ちょっとだからもう一回言うわ、あの画像だけじゃ分かんないもんね、言います言います、もう買っちゃったやつはどうなるんだ、どうなるんだろうね、いや本当にこれはあの逆に私が気づいてよかったね、誰決めた人、ね、いやなんかあの追加されますっていう情報だけは知ってたんだけど、15、14、15以内分、その情報しか入ってきてなくて、なんかこうなりましたの情報入ってきてなかったから、まあはってみてんってなったの、私はんってだから一時受付の時に言えばよかったね、ちょっとまだやめてくださいってね、ごめんちょっとミスった、私もちょっと気づくの遅かったから、すまん、あでも最終日だけじゃないのよ、私4部連続も正直言うと良くないからっていう話したわ、2日難しいってこと、ちょっとどんな、え待って、私2日間言ったな、私あのうんあのご案内で最終日しか入れてないけど、うん2日分言ったわ、ごめん2日分も言うわ、だからとりあえず1月分は今分かってる方はちょっと保留していただいて、すまそう、本当に申し訳ございません、はい、
4部連続写メ会はちょっと謎、いや5部連続が一番謎なんだけど4部もまだなかなか謎なのでちょっとごめんなさい、お待ちくださいまし。誰かが私を人間だとね思ってなかったようなのでね、はい、多分買っちゃったら買っちゃったで多分何かしらはあるとあるので、絶対にそれはさすがに、はい、買っちゃったら買っちゃったで何かしらはあるので、ちゃんとあのそのことを頭に入れておいて公式発表をお待ちください。はい、人間だと思われてなかったのでまあたまにあるよね。はい、というわけでそんな感じでした。こういうのやったらとかは大丈夫そう？ただそろ寝るの、いやお風呂入るよ、眠そう。まあ眠いね、なんかだんだん意識が遠のいていくのを感じているよスイちゃん、メガネはずるいよ。あ、メガネずるいのね。わかった。来年の干支って何？メイク落とさないとコミみたいにユイユイに怒られる。メイク落として寝るわ。わかってますよ、それはさすがに。寝落ちしないようにね、それはちょっとワンチャンありえると思うので、本当にすぐに。本当にすぐにお風呂に入って寝ます。お湯入れてきたら大丈夫です。配信してるときにさ、お湯さ入れてる音したらやばいっしょ。じゃあね。やばいんでしょ。じゃあ。来年の干支は蛇ですか。蛇年なんだ。へえ。そっか、私今年年女だったわ、すっごい忘れてた。そうだね、ウシトラウタツミや、ごめん忘れてた。24ってね、年女だったね。全然忘れてた、本当に。年女お祝いして。年女だよ。ドラゴンシーンのせいなかもしれないからねメリオダスじゃないよってね、七つの大罪見たからね。急に雑な年女。そう、そう、最近さもう諦めてさ、諦めたっていうとあれなんだけどさ、異世界ものをさ見るっていうね、下りを見る、下りじゃない、見るっていうのをねやってまして、待って、告知しないといけないんだった。異世界ものといえばね、告知、告知です。現在 AKB48 がパーソナリティを務めておりますアップテンションのラジオが、アップテンションというラジオがですね、FM 富士山の方でやってるんですけど、これはあの地域限定なので、あの地域が違う方はラジコでね、あのね、あの別途料金かかっちゃう系なんですけども、アップテンションがね2週で、はい、回ってきます。あとで YouTube 上がるんだっけらしいですけど、どれくらい上がる？ YouTube で見れるって、 YouTube で見られます。これ見られるかな、ちょっと調べてみようかな。やばい、見てる動画の音
拾っちゃったりしないかな。ちょっと音下げとこう。君は何を見てたんやってね、バレちゃうね。あ、大丈夫そう。スイちゃん、YouTube で何を見るんですか？秘密です。え、アップテンション。すっごいね、自然の音を聞いてたりする。あ、あやねがいた。あやねー。アップティーの公式 YouTube ですね。あ、みずみんのも上がってますね。おお。20分とか22分ってことはちゃんと放送分載ってますね。すごーい。へー。あ、ちゃんと話してるところ全部載ってる。やばい、私あんまりカメラ意識してなかったかもしれない。あ、ちゃんと、ちゃんと載ってますよ。へー、すげえ。じゃあ公式 YouTube の方も見れるようなので、皆さんぜひ見てください。私がね、頑張って考えてる姿が見れると思います。撮られてるの知らなかった？いや、知ってた知ってた。撮られてるの知ってるんだけど、こんながっつり使われると思ってなくて、途中切られたりするかなと思ってたから、そんなにカメラ意識してなかった。すまそう、ごめんな。あまりカメラ見んけど、許して。原稿ばっか見てるかもしれないけど、まあ、放送は明日の夜24時だから、まあ、厳密に言うと明後日の日付変わってからですかね。ぜひ、この番組はですね、アップテンションってことで、テンションが上がったこととかを話すんですけど、テンション上がったことね、結構マジで爆テンションで、爆上がりテンションで話してたんで、急に本当にテンションが上がってるって感じなので、はい、ぜひ楽しみにしてください。でもテンションが上がったことは2週目なので、まだ待っててね。そう、1週目はね、自己紹介みたいな感じですね。はい、そう、最近はそう、2度目旅から始まって、コミのね、異世界ものについて爆語りってこと？異世界ものについてというよりも、リゼロの話をしてきた。使われてるかわかんないですけど、リゼロの話をめちゃくちゃしてきましたね。あとね、このね、ラジオはね、一曲だけ自分の好きな曲、 AKB 以外の曲を選べるんですけど、果たして私が何の曲を選んだのか、お楽しみにということで。あれでしょうねって分かんの？本当に当てられんの？曲名だよ。何流したと思うの？当てられるの？当てられるの？覚えておいてくれ。俺は斜め上を行く女だ。斜め上を行くんだ。お、ザ王道は行かないんだ。でもさすがにね、ラジオ流せる機会なので、 AKB の曲は私に関連してる曲を流してきましたよ。やばい、さまよえる青い弾丸はめっちゃおもろい。リゼロの話をした後にさまよえる青い弾丸を私は流すのかよ。いや、でもここでね、ミスチルさん流すとかもありだったよね。流してあげるよ、リプレイを。大好き。また機会がね、ありましたらリプレイ流してこうかな。大好き。
そう、リプレイがね、個人的にはね、もう大大大好きソングですね。ラルクの可能性、いや今日もねラルク聞きながらね、あのねノリノリでね朝早く家を出てきましたからリンク聞いてきましたから、リンク聞いたりリプレイ聞いたりさ、なんかさ、あのなんかあのなんかエモい系好きだよねっていう、本当にリンクいいね、リンク好き、いいよね、エモい、エモいでしょ、エモソング大好きマンだからね。9時56分あ、そう、そう、異世界転生ものね結構見てたんですけど、結構面白かったですね。異世界転生、私何見てたかな、あ、そう、今期の見始めたのが歴史に残る悪女になるぞを見始めたんですよ。いやー、やっぱチート系主人公かっけえなってねなりますね。チートじゃないけどね、これは自分から頑張ってあれしてるけどね、すごいよね。異世界おじさんまだ見てないんだよ。異世界転生ものをね、ちょっとね、何見たかな私、あ、そう、鑑定スキルので成り上がる2期、めっちゃ2期いいよね、始まったよ、鑑定スキルで成り上がる、めっちゃ面白い。私何見たんかな、視聴履歴だわ。あ、これね、あのね、大変ね、あの名前を読み上げづらいんだけど、あのこれなんかないかな、読み、ちょっと面白かったんだけど、ちょっと題名がさ、題名がなかなかさ合う、なんか言いにくい名前でさ、マドメだって、マドメ、めっちゃ可愛かった、マドメ魔王の俺がです、魔王がエルフに一目惚れして、何買うんですけど、めっちゃね可愛いこれめっちゃ可愛い、ちょっと題名がちょっと絶妙な感じなので調べてみて、めっちゃ面白かった、あと神たちに拾われた男がね面白かったですね。そう、でもまだそんなもんか、転生ものでもちゃんと全部見た、面白かったかな、最近見たの。一気見しちゃうからさ、原作読んでるよ、いいね。今調べたらどえらいタイトルだった、そうなんだけど、めっちゃあのほっこり系でめっちゃ可愛いの、キャワーってなっちゃう、キャワーって、いいよね、そう、とても良かったでございました。
そのタイトルでほっこり系、めっちゃほっこり系だった。だからね、違うのよ、アニメね、一気見してる時ね、私結構ね、あのね、あの真面目に見てるかっていうより真面目に見てないことも多いんですよ。なんかあの、はいね、転生貴族の2期目が楽しみ、本当にそれな、めっちゃ楽しく見てるで。アイドリッシュセブンまだ見てないよ、悲しいね。そう、流し見というか、なんか作業しながら見ちゃうんだよね。そう、なんか作業しながら、洗濯物畳みながらとかガチじゃん、ガチ。いつそんなにアニメ見る時間があるの？ご飯食べながら見てたりするよ。本当にあの、本当にね、あのね、頭に入るの？だからね、あのいいシーンだけ覚えてる。なんかこれ好きだなって思ったらちゃんと見る。もう想像以上に割とずっと見てる。倍速で見てないよ、ちゃんと見てる。30分しかないからさ、正直アニメってさ、30分で12本だったらさ全然見れる、すぐ。なんかあの1日に何話ぐらい見るの、半々ぐらいで見てる。なんか私さ、逆にさ、あのね、ダメなんだよね、あの流しながらあのしないと作業できないの。なんかあの私以外のものが動いててくれないと変な頭が働いちゃうから。だから逆にあの私以外の脳を使ってもらってるの。目は疲れてるからその分休めなきゃなとは思うんですけども、そうそうそう、近くで誰か遊んでたりすると作業進んだりするとかも。そう、地面師たちも倍速で見たの。地面師たちはちゃんと見たよ。そう、そんなこともしてたりしますね。そう、リビングで勉強した方がはかどる系のやつですね。まあそんなわけで、そう、無音だと意識が変な方向に向いちゃうんだよね。そう、わかる、分かってくれる。今日の感想はどうでしたか。本日ね、結構マジで多分あの初めて見に来てくれる人が多かったっぽくて、コールに戸惑いが見られて、それが可愛いなと思って見てた。どの目線それ。なるほど。あ、かわいい、初めての人多いんだってなってた。もはや親、その感想は面白い。そう、ね、まあそんなわけでそろそろ終わりますね。じゃあ、 あの最終日だけちゃんとね告知するので言っとくね。告知、うん、告知っていうのかしら、お知らせするので。じゃあランキング読んで終わります。1位としのりさん、2位陽太郎さん、3位くーやんさん、4位まさあきさん、5位ゆきたんさん、6位リバーサルマートひろすけさん、7位けんいくさん、8位かどまちさん、9位ほっくん、10位ウィル6番さん、11位シャーピースさん、12位コータさん、13位ベイさん、29福福社トルコの人さんでした。ありがとうございました。さようなら皆さんね、よく眠ってね、バイバーイ、おやすみー。